キャサリン・ヘルモンドはアメリカ合衆国の女優。お気に召すままで舞台デビューした後、1955年にニューヨークへ進出する。1962年にはテレビドラマに初出演するも、1970年代に至るまで日の目を見ることはなかった。1973年、友人をニー脚本の舞台、偉大なるカミ・ブラウンでの演技が認められて、 トニー賞演劇助演女優賞にノミネートされる。1976年にアルフレッド・ヒッチコック監督のファミリープロットで重要な脇役を演じた後、1977年になると ABC のシットコムソープ、ソープの主役に起用され、K4 シーズン85話にわたってお茶の間に笑いを振りまいた。その後もシットコムを中心とする。 テレビドラマや映画で活躍を見せ、1980年代には、テリー・ギリアム監督の作品に続けて出演している。1996年から2004年にかけて出演した CBS のシットコム、ヘイ・レイモンドでは、主人公の義母役を講演し、エミー賞コメディ部門ゲスト女優賞にもノミネートされた。2000年代以降は、ピクサーのアニメ映画、カーズシリーズに、 レギュラー出演するなど、声優としても活動していた。2019年2月23日、アルツハイマー病の合併症によりロサンゼルスの自宅で、押した。ありがとうございます。